ね。だからそれに対してみんながどう思うのかって大事なことじゃないですか。目の前の僕ね、最近すごい思うのが、目の前の人の目の前の人がどうこうなんていうかな、自分の発する言葉でね、こう喜んだりとか、はい、はい、うん、今日でもさ、うん、ね、さっき別れた時に、はい、ここに来る前に別れた時にさ、はい、ものすごく嬉しかったと思うよ、うん、誰、はいはい、ある、うん、もうそれがね、なんか体に溢れてて、これそれ見ててすげえ、あ、今日すっごいセッションしたんだなと思ってすごくよく分かった、うんうん、そういうことじゃないのかな、うんうん、でも本当に何て言うかな、いかに相手のことを考えるか、うん、私たちはあくまでも同感だって言ってるのは、うん、本当に相手のがどう今からこう元気になっていったりとか、はいはい、今からそれを活用できるかっていうことだけしかやっぱり考えてない、うん、その瞬間ってね、はいはい、だからそこはベクトルが外に向いてるんだよね、はい、だから例えばその仕事をしだしても、はい、いや本当にやっていいんでしょうかって思う時って、うん、やっぱり自分にベクトルが向いてるんだよっていうことだって、ね、もうだってそこで例えばセッションをしてる、セミナーをしてる、うん、いろんなことの積み重ねがあったら、うん、もう外に向くで行くしかないんだよね、やっぱり。そう。